いいよ。今日はいつもの Vlog じゃなくて、私たちが遠距離恋愛をして今で3年半、なので、まあ、よく友達から聞かれる、どうやったらそんな3年半も遠距離できるのみたいなことをちょっと話そうかなと思います。イエーイ。女の人目線、男の人目線で見た方がなんか参考になるかなと思うけん、3つずつそれぞれ考えて、でその後に発表するみたいな。はい、じゃあ早速これ3つに絞ったので話していきましょう。じゃあまず1個目にまずパッと思い浮かんだのが、会う頻度。会う頻度、うん、とかなるべく会う、うん、ということが大事かなと、うん、え、まあそれは同意。まあそれは会えるなら会った方がいいよね、うん、あ、なるほどね。会えるのが遠距離やし、まあまあまあ、まあ、それはそう。なんか会えんし、なんかお金かかるし、時間もかかるしって、うん、あれやけど、でもなるべく会おうと頑張った方がいい、本当に。できるだけ会うことで解決されることがすごいたくさんあるけん。でも6時間かかるときとかは本当に月に1回とかやったね、うん、今は月に、月に、で週末に、1泊2日で会うみたいな感じが多いね、うん、で私がそっちに行くときもあるし、うん、こっちに来るときもあるし、なんか別になんか会わなくても耐えれるっちゃ耐えれるよね、うん、し慣れてきたところもある、うん、ルッケンもう3年半で、うん、だけど耐えれるっちゃ耐えれるけど、それでもなるべく会った方がいいと思う、うん、頑張って。ちなみに会うときは結構なんか計画立てよるよね。計画、だけど来月会うのはこことここみたいな感じで、先にスケジュールを抑えよるよね。抑えるのは早いね。でなんかアプリのタイムツリーとかの、うん、スケジュール管理アプリでもうそれぞれの予定は割と把握しとって、じゃあこことここやねみたいな感じで先に押さえとって、うん、でそこはもう埋めんように、うん、で会う時はなんかその交通手段とかホテルとかを事前にもう取っとくよね、うん、っていうのも私たち3年半の中で当たり前にしようけど、それって絶対当たり前じゃないけん。もうさ、完全にもうシステム化されとるやんか。確かに。しでもそれって言ったら絶対びっくりすると思うよ、普通の人の感覚からしたら。そうか、うんうん、確かに、確かに。やろう、なんとも思ってないじゃん。行くのも来るのも半分半分ぐらいかな、基本。あ、いや、来る方が多いか、圧倒的に。失礼しました。今は圧倒的に今そうやね。ちょっと仕事のなんか終わる時間とかのね関係にもよるけど、はい、会う頻度については以上です。あ、でもこれ一緒か。何、次会う予定決めておく。言っちゃった、うん、一緒やな。そうやね、その中にこう組み込まれとって感じやね、うん、なんでそれを書いたん。なんでだろう、なんか大事やと、もう大事やと思った。嫌やろ、だってサイト見てさ、会う頻度が大事みたいな、その理由は大事だから。大事やと思った、大事やと思ったね。次いつ会おうかみたいな。もう一個、2個目、2個目はまあ連絡は困る。喋れたんよ、言っとけば。言っとけば喋れたんよ。もう喋れん、これ以上喋れないよ。喋れる、喋れる、頑張れ頑張れ。その理由とか言ったらいいと。いや、相手が今何しとっとか、うんうんうん、細かいこと、うん、知っとくの、うんうん、といた方が安心できる。うん、そうやね。逆に不安になることある？いや、俺はないけど、うん、あんまり。え、なんかどういう時に特に連絡しっかりするべき？うん、まあ出かける時とか。うん、まあそういう習慣。仕事終わったよとか。あ、そうね。おはようとか。うんうん。でもね、おはようとかなんかそういう連絡絶対忘れんところはすごいと思う。いや、もうなんかノルマみたいな。え？それはちょっと響きが悪くない。毎朝それ送っとかんとちょっと自分気持ち悪いみたいな。ああ、もう本当に習慣化されて、うん、歯磨きみたいな感じ。そうそうそう、うん、歯磨きみたいな、曲ってなんか気持ち悪いみたいな、送ろうみたいな。じゃあ歯磨きみたいな感じでおはようを送ろうと。そうそうそういうことですね。そうそうそう、うんうん、私は結構忘れちゃって、昼過ぎ3時ぐらいにおはようみたいな、うん、なんでやねん。ひどい時は夜まで寝れなくなる。仕事終わってからおはようみたいな。まあ
あとはなんか飲み会の時とかはしっかり伝えたい。だから事前に飲み会があるってことを伝えておくのも大事かも。うん、私の2個目は、お金の管理です。これも私たちは当たり前のようにやってますけどそうではないと思います。あ、確かに。まずもう付き合った一番最初からもう完全割り勘制でやらせていただいてますね。彼氏の方が年上、うん、だけど完全割り勘制やね。うん、完全割り勘やね。交通費とかも本当にしっかり計算するやね私たち。すごいと思うよ私。それ揉めないというか、なんかどっちかが合う件負担だなと思う方がいいと思う、うん、遠距離において特に。うん、確かに確かに、それは大事じゃない。なんか人それぞれ多分やり方あるよ遠距離の人って、うん、なんか行く方がその交通費普通に出すとか、で次は来る件そっちが出してねみたいなのとかもあったりするけど、それってなんか頻度が本当にしっかり統一できるかって言ったらね、うん、値段とかも違うやんか、使う交通手段とかによって、うん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 、私たちの場合はもうかかった費用をこの iPad にお互い書いていくよね、うん、会うのが終わって家に帰ったら、でバスいくら、お昼ご飯いくら、何かな、なんかホテルいくらで行ったデートの場所、カフェいくらとか全部書いて計算して、で割り勘して、でこう送金してしたりとかね、うん、それがお金の問題で今まで揉めたことって一回もないや、3年半で。うん、ないな。うん、でもまあスタバに行った時は奢ってくれるっていう謎ルールあるね。ご飯を俺がいっぱい食べるからみたいな。あ、そうそうそうなんや、そうなんやっていう謎ルールはあるけど、あとコンビニはなんかあやふやになっちゃう。コンビニはあのあやふやになっちゃう。コンビニぐらい別にいいかなみたいなところはあるけど、私の3つ目ラストですが、精神的安定度にしました。精神的安定度は、まあ、カップルによると思うけど、3年半の中で本当に大事やなって思ったのはもう彼氏の精神的安定度。私は安定してない、ちなみに、うん、ちょっとうおーってなる時あるけど、うん、まあ、主に仕事のせいやね、うん、大学生の時は本当に安定しとったと思う、うん、確かに基本は安定したんけど、仕事のせいでやっぱ精神的な波が大きいけん、ただもう何があっても乱れないその心の平穏さがもう3年半助けてもらったなっていうのが大きいね。かなりこんな私がジェットコースター状態で彼氏もジェットコースター状態やったら絶対喧嘩とかめっちゃすると思う。あ、どっかで波かぶって、そうそうそう、波かぶって不安定不安定で、私がイライラした時とかには仕事終わりの、うん、だけどまあまあまあみたいな感じがで、それに影響されたりとかもせんやん別に、うん、私がイライラしておけんてイライラしたりとかもせんやん。せんな。そのなんか何、包容力か、包容力っていうん、こういうの、これが包容力、これが包容力っていうわからないけど、精神的な安定度は本当に高い。高いな。めちゃくちゃすごいと思うそれはもうそこに尽きる本当に。喧嘩したことないって言えるぐらい喧嘩したことないやん。ないや。私がなんかもう何じゃなくて言うのとか何とかとかいじける時とかはあるやん。それももう全部まあ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 みたいなのでこう収めてくれた3年半ですね。確かに。かな。だから本当にそこがもう最も大事と言ってもいいかもしれない。で、まあ、これはカップルによって、別に彼氏が常に安定しとかんでもいいや、うん、別に彼女がそうやって精神的安定がずっと保てるタイプかもしれんし、うん、逆にどっちももう乱れてしまうのがしょうがないっていうカップルもあるのはあると思うけど、うん、やっぱ続くにおいて大事ではあると思う。受け止めてあげる。そうね、受け止めることが大事っていう意識は持っとってもいいかも。まあまあまあと、まあ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 をこう、一人が学生で一人が社会人とかなんやったら、社会人ってそうやってもともと安定してる人でも仕事のせいでこう精神が不安定になることってあるんやなっていう、まあ、学生側の人とか分からんかったりするやん、うん、けなんかその許容とかは考え方とかも大事なのかなって思う。やし、まあ社会人の人も例えば就活生とかさ、体調面とかで不安定になることもあるし、だってねバイトだって、うん、バイトサークルだってそういう時もあるんだな、まあまあまあというのが大事ですということです。
以上、私の3つでした。よっよっ、最後どうぞ、締めです。最後はもう、うん、電話をつなげておく。もうそれなんや。電話をつな常につなげておいて、ビデオ通話でもつなげておいて、うん、常に一緒にいるかのように過ごす、うん、そうね、時間を共有することがないし、うん、とりあえず、なるほど、そもそも共有する時間が多いほど安心できるというか、うんうん、相手の理解も深まる、うん、そうね、時間の長さともう比例するってことよね、うん、そうそう、とりあえず、もう基本仕事帰ってきたらビデオ通話を LINE でして、うん、もうずっとだらーっとずっとつけとくっていう感じよね、うん、お互いにでも別のことしとるよね、基本は、うん、基本的に YouTube 見たり、そう、別の YouTube 見たりとか、突然お風呂入るなり、うん、突然家族乱入して、うん、来るなり、うん、もうなんかバラバラのことをしてる、で同じ空間にいるような感じで、まあ、やることはバラバラでも全然いいけど、なんか一緒に YouTube 見るっていうのはあれは良かったかもしれない、うん、確かにね、最初の頃とかハマっとったのは一緒に YouTube をせーのでピッて言って同時再生して、うん、こう一緒にテレビ見とうみたいなね、うんうんうん、感じで、あ、そう、好きなあの YouTuber とかを一緒に見つけてね、うん、私たちが好きなのはねむねむボーイさんと、うん、花金カップルさんと、ささぎさんと、ひぬま夫婦さんといっぱい見るね、一緒に見るね、あ、ボンタビさんも見ます、好きな YouTuber とか見つける、うん、で一緒に見たりするのも習慣みたいな感じでいいかもね、はい、以上かな、うん、うんうん、以上です。長くなりましたが、まとめると私が言ったのが、会う頻度、お金の管理、精神的安定度、かっこ彼氏の、うん、で連絡はこまめに、電話をつなげたままにしておく、次に会う予定を決めておく、はい、っていう6個でした、うん、まあこの中でね、全部が全部やれっていうわけではないし、うん、カップルによって全然状況もね、うん、なんか違ったりはするかなって思いますが、まあ、やってみてもいいかもしれないですぐらいに思ってもらった、そうそう、状況が違うと、もう全然ね、時差あった時とかね、時差あった時もあったんですね、国際遠距離にねなったこともあったねそうそう、まあそれはそれでね、人生の中で楽しい、なんか振り返れば多分ね、楽しい瞬間なんかなって思うけん、うん、しかもね、そんなに経験できることでもないやん、遠距離恋愛って、うん、確かにドラマチックよ、ドラマチックな恋愛をしてる私たちはみんな普通じゃないから、普通じゃないドラマチックな恋愛をしてると思ってね、振り返っていい機会になったね、うん、今回ね、なんか質問とかあったらコメントに書いてください、あとはこうしてる、こういうのしとるよみたいな、ああ逆に教えてもらう、あ、そう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 、まあ悩みとかね、うん、もあったらコメントでね、そうそうそう、なんかそういう場にできたらなと思います、ということで、うん、最後まで見てくださってありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう、バイバーイ。